全国8400万人の YouTube ファンの皆さん、こんにちは。友達からよくお菓子をもらう宇佐美です。ツーコロさん、ありがとう。では今からですね、肉じゃがを作ってみたいと思います。ではレッツゴー。さて、まずは材料を切るところなんですけれども、包丁使いがあんまり得意じゃないんで、ここをすっ飛ばしていきます。とりあえずズドン。なんかミルフィーユ状に入れるって書いてあるけど、まあそんなのを僕に求められても無理よ。適当に入れていきます。腹に入ればみんな同じで、白滝です。白滝は茹でてアクを抜いて、食べやすいようにカットしてるんですけど、自信はない。2パックなんですけど、もう少し作ればよかったかな。あ、切れてないやつがあるよ。まあいいや。はい、じゃがいもです。じゃがいも入れていきます。で、肉。昔介護士の仕事をしていたことがあってですね、でその時にまあグループホームってところで働いていたんですけれども、そこで料理を覚えました。雑な料理ですね。で、まあチャーハンとスパゲティはすごく得意になったんですけれども、肉じゃがもね、時々作っていました。あ、ひどいねこれ。何がミルフィーユで、よくまあ冷蔵庫をこう開けてね、で、あるもので作っていくっていう感じだったんですけれども、結構貧乏なグループホームで、材料がないんですよ。で、まあとりあえず肉じゃが作ろうかなと思って作ったんだけど、肉があんまりなくてですね、まあじゃがいもばっかりになっちゃったんですけれども、利用者様からですね、ある利用者様から、探しても探しても肉が見つからないって言われて、めげたことがあります。今日はたくさん肉入れます。こんもりです。大丈夫かしら？大丈夫かな？まあいいや。まずお酒。醤油。蜂蜜。お砂糖。はい、以上です。あとは蓋をしてですね、これがストーブのいいとこなんですけれども、強火でしばらく放置。グツグツしてきたので弱火にしました。よいしょ。弱火の状態で30分放置します。へへへへ、美味しそうでしょ。あ、肉だらけ。もうちょっと放置します。よっこいしょ。さてよっ、いいんじゃないでしょうか。ちょっと食べてみます。では、ちょっと食べてみます。うん、おいしい。お肉、料理初心者の僕でもこんなに簡単に肉じゃがができました。コメントとチャンネル登録もよろしくお願いします。評価はグッドでもバッドでもどちらでも。最後までご視聴ありがとうございました。では皆さん、ごきげんよう。さよなら。